じゃないの。こんにちは、ハイサイ。決勝2人、決勝2人ということで、シダパンと福田とタキシ対決です。意外とあれです、いろんな動画共演してますけど、はい、対決初めてです多分。あ、初対決？初対決ということです。なんで伝えてるんですか。意気込みを11秒台なんで顔します。2種目優勝して総合チャンピオンを目指します。ちょっといいですか、ケンちゃん。ある、いや相棒なんで一番僕のこと知ってるんですよ、うん、なんかある、アドバイスなんかどういう戦法で行ったらいいかとか。始まったらはいさーいって言ったら、うん、二つに油断して福チャンネルですって手離しながら、うん、その次に引っ張る。だから次は一人で沖縄来るわ。作戦12秒42です。どうもこんにちは。勝った、負けた。あの陸上で座ったまま縄を引くって種目ないんですか。すごい、東京オリンピックにないのかな。これマジシャバかっこいいと思ったわ。初めて、マジかっこよかった。いや俺が欲しいの津田の成績じゃねえんだ。100m タイム欲しいんだ。ただいまの結果、津田さんチャンピオン。素晴らしい、足の速さにスナッキーは関係ないことが証明しました。ありがとうございます。で、さっきの得点で今1位が順位決めてないか。順位決めよう。あ、順位決めよう。あ、そうですよ。順位決めましょう。ビリも決めましょう。そう、決勝。はい、それでは、あとはこちら、りょうき何点。まあ、3点なので合計8点。8点、11、8。気持ちいい、米原さんと同じポイントだ。4点。5位だ、最初の点でした。どうせ勝敗に帰る、ね、急いでいいから。じゃあ浜飛び。確かに、また歩いてきちゃう。確かにやるなら逆方向。鳴らして歩いて戻ってきた。意味が分かんない。勝ちに行く、30。いいんじゃない。でも練習より飛んでる、本番に強い。やった、場内整備の。まあでも何点だろうとビリなんですけどね。大丈夫。さあ、これまで筋肉でねじ伏せてきたブライアさん、次の相手はスナーマン。超飛んでたよさっきね、うん、よしお願いします。ブライアン行きます。ブライアン、おー、ちょっとケンちゃんが勝ってるかな。ケンちゃんすごかったじゃん。結構いってんじゃない俺。確かに関係ない。一緒 10m30 すごいですね、 10m 大台乗ってきましたね。乗ってくれた、一緒。すごいですよ、もうこれは本当に選ばれし者しかいない。自分の記録大台っていうのよ。超えられない誰もこれ。次ちょっと優勝候補、プロフェッショナルがちょっと優勝候補。素晴らしい。優勝候補小森。あ、ちゃんと荒らしてきた方がいいんじゃない。荒らしてきた方がいい。荒らしてきた方がいいよ。荒らしてきた。
はじめ。集中してる。ジャンプ力の関連を示したいと思います。はい、いきます。あ、一つの調子ずっと言い続けるんだよ。半年はこするから。始め。もう福田さんトイレ行っちゃったから。トイレ行っちゃったから。もう早く行っちゃった。もう早くしてくださ い, 俺ここにしてくれませんか。俺ここにしてほしい。1m80。 まあ次 9m 目指そう。トイレ行ってくるわ。これ結構優勝絡んでますよ。絡んでますよ。これこれすごい行きましたよ。あの映像で確認してください。すごい行ったんで。すごい。マジで。あの。よかったな。よかったな。さあ集中。1、2、3、4、5。おお。ケンちゃんと友達ぐらい。ケンちゃん先輩。なんか全然いかんかったな。あ、一緒じゃん。一緒や。俺とケン一緒。そうっす。ケンちゃんブライアンの。あ、じゃあちょっと。ハードラインですねこれ。ちょっと超えてる。こんな感じブライアンと。ちょっと超えたぐらい。ちょっと超えたね。いやまあほぼほぼね。一緒。でもやっぱ10m32。最強のアスリート。最後持ってった。もう最後持ってった。どうだったどうだった。すごい。ちょっとこけたな。こけましたけど。途中こけたけど繰り返した。2位現在2位。よっしゃ。10m50。すごい。マジで勝ちに行っていいっすか。あっ、とりあえずじゃあ福田さんに勝ってよ。10m50。福田さんに勝ってよ。だからちゃんとね、最後の一歩の最後の一歩作っとくんだ。なるほどなるほど。ウォールマリア作っちゃっていいっすか。ここにしたら4本目が合わなきゃいけないじゃん。そう。その作戦がどうなるか。ウォールマリア、ウォールマリア行ってください。多分ですけど、多分この辺に着地すると思います。多分ちょっと福田さんに勝ってよ。東京から来た人いないよ。確かに。ちょっと任せた。はじめ。すげえ。1、2、3、4。おお。オールマリア。オールマリアでやってるんだ。すごい。どうだった俺。これだ。マイナス。10m10。 ウォールマリアね。いやウォールマリア来たのにお前ここ着地してんだよ。ウォールマリア通り過ぎちゃった。作戦ミス。1、2、3。危ねえ。1、2、3、4。おお。
これですね、愛車かな。11m70。じゃあやります。いや一応さあ、スタパン一応 10m 超えたらなんか加点とかないですか。ないですね。ないですね。スタパンは総合2位だ、今総合2位。そうですよね。そう、僕まだ逃げてないんで、その逃してないんで、ちょっとゴールマリア作ってもらって。2人でやってたじゃない。確かに俺が4本目作ってやろうと。ゴールマリアをね。これ4歩目 7m ジャスト。マジこっから 3m 飛ぶの。大丈夫。 10m 来たいの。そうだ、よし。はい、9メートル超えました。横軸にそれ、横軸にそれだね。ゴールマリアの位置すごく大事に。ああ待て待て、シナパ、なになになに、今シナパ勝ったでしょ今。ちょっとなんで消したんすか。消しましたよ、消してないっすか。1、2、3、4、5。さあ、ザッとコモリ。もしコモリに勝ったら、何しますか。50歳服だと。あ、すごいですよ。これはすごい。すごいでしょ。はい。あ、何も求めないですか。コモリ精神で。何かやるとかじゃなくて。いや、もし僕がコモリに勝ったら、どうしようかな。引退します。引退します。もうやりましょう。やりましょう。俺が辛かった。大事に。伸ばしてきた。75。よっしゃ。すごい。おい。なんで？よっしゃ。はい、ということで無事3種目を終了。第3弾飛び。第5弾。まあ、1位、小森選手。13点、拍手。16点です。僕は12、12点。12点です。ゆうちゃん、8点。かっこいい。かっこいい、かっこいい。8点。ゆうちゃん、俺、そんなにバカしてたけど、9点だった。点しか変わってない。ちょっと忖度してます。めっちゃ良かった。次ジミノリさんお願いします。